はい、こちら、河合モンドです。よろしくお願いします。リアル誤信実をぶちかます。はい、ということでですね、今日はですね、誤信ラジオということで、これね、実はですね、2回目なんですよね。2回目なんですよ。はい、スパガさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これです、はい、先ほどは申し訳ございませんでした。はい、ちょっといろんなテクニカルな問題がございまして、はい、かなり長いこと尺をね、取って話をしてたんですけど、ちょっとね、失敗したということで。ですね、まあ、めちゃくちゃ面白い話もね、あったんですけど。未公開、音声ということで、多分後ほど流すかもしれないですけども、その部分ね。ですね、私の声が取れてなかったっていう状況です。はい、ですね、はい、スパガさん。ですね、まあ、スパガさんは、ゲーマーをされてるということで、もう今、プロゲーマーということで、よろしいでしょうか。完全なプロということですね。いや、プロではなくてですね、実は、まあ、厳密に言うと長くなっちゃうんですけど、はいはい、プロではないんですよ。あ、どちらかというとゲーム実況者みたいな。ああ、プロゲーマーという、あれではない。あ、まあ、ただ、まあ、そうですね、ゲーム実況で食べているというのは、もうこれは、そうですか。ゲーム実況だけっていう。あ、まあ、本業も一応あります、はい、あります。ありますか？本当ですか、はい、私はもうゲーム実況のみで食べてるもの。あ、本当ですか、はいはい、本業もあるんですよ。本業もあるんですけど、本業がある、まあ、ゲーム実況もやってる。あ、本業は言える範囲でどのような形なのかっていうのは言える範囲、言える範囲いや、そんなやばいですよ。もしかしてあれですか、メキシコのカルテルの関係とかじゃないですよね。違いますよね。怖いですね、そのやつ。本業、まあ、まあ、どういうのしょ、どういうのあれとかっていうのはありますか。まあ、全然その名前とか出さなくてもいいですけど、皆さん多分これ初めてじゃないですか、公開したりするのっていうのは。このことは、そうですね、皆さん多分本当ゲーム実況だけと思ってると思うんで、確実に。確かにその言える、まあ一応僕はゲーム実況者としか言ってないんですけど、はいはい、そうまあ、いろいろやってます。本当に手広くやってますよ、僕は。手広く。それこそ、サラリーマンとかのイメージじゃないです、どっちかって言ったら。もうなんか、もっと、なんだろう、うん、なんか自由にやってるやつみたいな感じです。そういうサラリーマン的な仕事じゃなくて、自由にやってるような。ああ、そういうことです。結構、時間も自由に使ってますね。なんか、女性を斡旋したりとか、じゃないですよね。そういうのではないですね。女性系ですか？すぐの裏ビジネスみたいな。女性系ではない。まあ、裏ビジネスか。まあ、そういう普通の表でもありますけど、女性系とかいう。はい。あれなんですよ、私、この前、ライブ配信をしてた時に、フィリピンから、ダンサーを呼ぶっていう、招聘するっていう、なるほど、そういう仕事があるんですよ、そういう仕事があるんですよ、で、今、フィリピンパブにいますみたいなので来ましたけど、そういった方もいるので、そういうような感じの仕事じゃないんですね、斡旋系の、メキシコから斡旋するそす、ね。そうですね、なんか、もっとこう IT な感じのイメージっていうんですか、かっこつけた言い方をすると。IT 的な仕事ってことですね。そうですね。そうなんですか。本業があるんですね。大体、まあ、コンピューターを使うってことですね。コンピューターとかスマホを使う。コンピューター、そうです。コンピューター、はい、コンピューター使ってます。すごいですね。それってのはそのビジネスのノウハウっていうのはどっかで、あれですか？いや、身につけた。もう完全独学ですかね。すごいですね。もう独学で、それこそ YouTube は僕今かれこれ、まあそんなにやってる、3、4年ぐらいしかやってないんですけど、はい、YouTube って結構なんか、はい、ビジネスの基礎を学べませんか、はいはい、結構。そうですね。確かにそうですね。なんかマーケティングだとか、はいはい、プロモーションだとかっていうのを全部一人でやるわけですから、はいはいはい、確かにその通り。一種の会社だなっていうふうに思っていて。はいはいはい。なんかそういうところもありますね。そういうところから学べるものもあります。それは YouTube が先ですか、それとも本業が先なんですか。あ、もう本業もずっと、はい、本業はずっとやってきたことで、はい、そうです。それはメキシコは関係ないですよね。メキシコ関係ないです。ギャングは関係ないです。メキシコカルテルとかそういう麻薬ビジネスです。もう第1弾の収録の時にかなり激しい話しましたから、本当に、はい、はい、はい、一応その、はい、そうですね、視聴者さんには僕は一応南米にも住んだというかこうね、いろいろあって南米にもいたんですけど、はいはいはい、まあ、その時の体験談をそのモンドさんと先ほどの収録で話させていただいて、はいはい、結構ハードな内容があったんで、まあ、これはちょっと YouTube 的に言えることなのかなとか、逆におじゃんになってよかったのかなと
とかね思う部分もあります。いや私は公開しますよ、どんなことしてる。本当ですか。ちゃんとキャプションつけてても私が喋ってわざとかぶせるみたいな、でスパガさんの声が後に来るみたいな。なるほど、はいはい、できますか、どんなことでも。もう鍛えないですから、はい、話は。いやでもそうです、ね、本当にすごいですよね。あの、まあ、危機管理的誤信的に言うとすごくいい経験をされてますね、本当に。あ、ありがとうございます。これでもメキシコまた行くとかっていうことはありえるんですか、このコロナが収束したら。まあ、コロナが変なの収束して行くとしたらもう完全に旅行になってしまうかもしれないですね。あ、もう向こうに住んだりとかはしたくないですか。向こうに住んだり向こうで YouTube やる、まあ、まあまあまあそう、まあ、住む予定はないですね今のところ。あのなんかカルテルのことを紹介するみたいな、ここがカルテルですみたいな、この人があのジョンさんですみたいな、この人が仲介役みたいな、この人あの役流してるんでとか、そういうちょっとこれまずいですかね、YouTube 的にはこういうのなんで、まずい。いやー、まあまあ、ほんまにいますからね。いや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 、そうですね。まあ先ほどね、あのちょっと腐敗してるっていう話をしたんですよ、はい、今ちょっと今カメラ向かってる話は、なのですごいなと思いましたね。あ、そうですよ、腐敗してますよ。わかりました。ですね、あ、でも本当にあの、あ、メキシコにいた時にまあスパガさんですから彼女は見えましたね。彼女はそうですね、はい、いましたね。何人ぐらいいたんですか。はい、いや特化控え、何人、まあ、そう、同時進行はいなかったですけど、彼女っぽい子も何人か、はい、いましたね。あ、いましたか。ああ、はい、何人もいたと。何人もいて遊んでたってことですか。結構やっぱそのみんな若気の至りはありましたよね当時は。ああ、まあでもメキシコの女の子は可愛いですよね、綺麗ですよね、すごく。いや、レベル高かったと思います。レベル高かったと思います。レベル高かった。学校とかにもやっぱメイクしてきますからね。ああ、ですよね、やる子は。はい、メイクしてくるし。でもこれ本当にあのさっきの話じゃないですけども、これ一歩間違えるとかなり危険ですよね。もしかしたらギャングの女の人かもしれないですよね。あ、それはありますね。ありえますよね。めちゃくちゃ、それは結構噂で結構流れてくるんですよ。あのクラスとかで、はいはい、それこそ僕と仲良かったブランドンっていうあのギター弾く友達がいたんですけど、はいはいはい、その友達が、スパガお前あの女だけはやめとけよみたいな、ありましたね。あ、あの女はあ、危ないからって、周りがって、あ、変な話、周りが親父があれだからとか、そういうのありました。ああ、そうですか。あ、周りが危ないから、あ、そうですか。下手すると、ね、可愛いけどダメみたいな。行きがちですよね。でもそういうちょっと綺麗な子は行っちゃいますけど、あ、下手したら処刑っていう流れですね。下手したら処刑、吊り下げられてるっていう。うわー、怖いですね、それは。そこのとおりやっぱ配慮してやらなきゃいけないって、なんちゅう国やねんと思ったんですけど、ちょっとそれは。だちょっとこう オタッキーなあの女子とかは、はいはいはい、まあ狙いだったんじゃないですか。ああ、オタッキーな子はもういけますか。あのアニメが好きだとか、そういうことですね。あのやっぱ日本の文化が好きだと、はいはいはい、あ、すごい積極的に来てくれますよ。あ、やっぱりあれですか、あの先ほども言ってみたように、あの差別があるっていうようなお話一応あるんですもんね、メキシコでも。あります、はい、知能っていうね流れで、やっぱりそれクラスとか、子供が多いですかね。クラスとかではありますか。クラスとかないんじゃないですか、若い子って。そういうことは、クラスは、クラス、僕がいたその16とかの時は、はい、やっぱ同年代ではあんまなかったです。どっちかって言ったら、子供の方ですね。子供がやっぱ面白がって。ああ、まあ私も差別ありますけどね、シドニー、メルボルンでも結構ありましたね。子供はありますよね、行っちゃうことは。子供はもう無邪気なんで、無邪気です、もうそれは仕方ないかなっていう部分もあります。私でもあの切れてその辺にあるあのなんですかね、あの段ボールかなんか蹴飛ばしてぶっ壊しましたから。いやいや、やられたんですよ、アジア人とかで言われたんで、その時はあれ腹立つんですよね。腹立ちましたね、壊しましたね。それなんだ、あれはもう本当に海外にいた日本人しか分かんない不快感ですよ、ですよね。あれは不快なんですよ、なんかね、ムカつくとかじゃないですよね、不快なんですよ普通に。まあ大人はまあちょっとそこのとこは多分配慮して、まあありましたけど、大人からもありましたけども、まあでも基本は皆さん配慮してるんで、あんまり表立っては言わないですね、そういったことは。表立ってはそうです、そうです。だから大人の場合はね、もっとなんかこうジョークチックな感じでいってきますよね。ああ、ジョークチックで、ジョークチックな、目が細い。ああ、はい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 、ありましたありましたありました、目が細い女性とか、男性より女性の方が多いです。でもスパガさんはあれじゃないですか、基本まあハンサムで
目もパッチリしてるんで私みたい、私はもう完全に日本人の顔なんであれですけど、いや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 、目が細いとかはないんじゃないですか基本。いやいやもうあれはなんかね、もうどんなにアジア人でクリクリしてようが関係ないらしいですよ。ああそういうことですか。ああそういうことですか。はい、もうそういう一律らしいですから。ああ一律で、あそういった意味でバカにしてくるだけですか。一律として。そうです。ああ外見関係ないし。そうです。なんかあとまあそういう男的な面で言ったら、おいお前、お前中国人はチンコちっちゃいだろみたいな。ああああいうのありますよね。よくある。ありますよね。ありますね。でもそれはどうですか、その無実を証明はしてますか。そういうのは僕はやっぱあの僕はいつも44マグナム吊り下げてるぜって言ったらそれやっぱ爆笑してましたね。あまあでもあれじゃないですか、あの、まあ、これちょっと YouTube で話いいのかどうかなんですが、まあ、女の子と例えばこう、はいはい、なんかしたりするときにびっくりされることはありますよね。びっくりされることあります、まあ、そうですね、ありますね。あの要はステレオタイプとして、もうちっちゃいっていうのにあのでちっちゃいっていうのを思い込んでるんで、あのそういうのは私はありましたね。そういうちょっと経験がえっていうのは。いやこれ本当にそうなんですよ。いやその通りで面白い話なんですけど、僕、まあ、いろんな世界 の、まあ、どうしても見る機会ってあるじゃないですか、はいはいはい、いろんな男性の、はいはい、いろいろヨーロッパとか、はいはいまあ、そういう友達の中とかでこうどうしてもちらってこう見えたりする時ありますけど、はいはいはい、日本の男性ってね意外と負けてないですよ。ですよね。はいはいはい、うん、そうなんですね。これ面白い話で これそうなんですよ本当に、うん、意外とでかいんですよ。いやでかいです。私これでもこれ YouTube でいいのかな。まあでも一応言いましょう。まあまあまあ私あれですよ、うん、なんかあの結構おっきょう聞いております。私はもう一回わ私は何も言ってないですよ。何もそのサイズのことが何も一切指摘、ね、してないんですけど、向こうが言います。あ、はい、向こうが言ってきたこと言われますか。ありますあります、あります。何回か聞きそうだもんな。これ何ですかね、なんかそれステレオタイプですね、これは完全に、まあ、外見も含めて。多分変な話、肉とかを食べてなかった時代の、あなんかアジア人のイメージだと思うんですよ、私が思うに。ああ今結構変わってきてるじゃないですか。あそうです、ね、欧米志向の食べ物。ああそうそう、確かにそうです、そうです。あそれですかね、うん、それもあると思います。それを影響を受けてるとか、何の話やねん。影響を受けてるってそうです。ああそういうことですね。いやいや、まあそうですね、まあメキシコの話はもうさっきあれなので、ですね、あこれね実はあれなんですよ、あのメールで、私スパガさんをこうあのとこうラジオやるって話をした時にちょっと質問があるんですね。これは、はい、あ来てますか。はいはい、 あるんですよ。まあこれからちょっと紙に書いて、ですね、はい、子供はいますか子供はいますかって質問がある。これもう適当に子供は いないですよね。子供はいません。いません。はい。はい。それ断言ですね。はい。子供はいませんね。断言します。はい。じゃあ、あと、今現在、彼女はいますかという。今現在、彼女はいたらいいんですが、いないんですね。これは、マーケティング上、そうやって言ってるだけということじゃないですか。女性のファンが、女性のファンが離れる。女性のファン大切にしようって。これはありますからね。私はもう女性のファンはほとんどいないので。3% しかいないのでしょ。いやでもいますよ、うん、いやそういう人はね、いやいると思います。いやなんかアイドルとかもそうじゃないですか。アイドルなんかもね、男性経験ないとか言って結婚しますからね、パッて。ですよね。スパガさんはそうじゃないですか。違いますか。スパガさんはいないですか。いやいやです本当に僕はいないですね。僕は結構あのフリーで遊びたい派なんで。私は一番赤いやつなんですか。いやもう遊びまくってるってことで間違いないですか。女の人たち、まあ、楽しい派では今コロナなんでちょっとね何もできないですよね。あでも、はい、あいいですね、一番それ、あいろんなとこで遊んでるっていう、はい、そうです。あとですね、ちょっと地味なとこ行くとですね、血液型は何型ですかという、あすごいですね、もう本当、プロフィール中のプロフィール、プロフィール、これはもう言わなくてもいいです、どっちも言いたくなければ、これはまずいと、あえ、いや、大丈夫ですよ、A 型です、あ私でも A 型だと思いました、めちゃくちゃ普通の、絶対 A 型だと思います、結構、几帳面なとこありますよね。ああそうです、几帳面なんですね、細かい。やっぱり A 型だろうなと思う。私は AB 型です、はい、AB 型なので几帳面なとこもあればむちゃくちゃなときもありますので、はい、なるほど。 AB です。はい、ゲーム歴は何年ですかという。あゲーム歴はゲーム歴ゲームですね、全体ゲーム、あー、ま、全体の、ま、10、うん、20年いってるかな、20年ぐらいいってるんじゃないですか。あー20年ぐらいですか。はい、いやもうめちゃくちゃ前から、だってもう変な話 PS1 とか、はい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 、
それこそファミコンだとかもやってましたし、任天堂64もやってたし、はいはいはい、ゲームキューブ全部の多分ゲーム全部やってきてると思いますよ多分。あ、今まで、あ、もうゲームはもう本当に昔から好きだったってことですね。あ、もう生粋のもうゲーム大好き小僧でしたね。フォートナイトは何年ですか、ちなみに。まあ、私わかんないです。いつ頃始め、あれになったのかってわかんないので、発売になった。いや、フォートナイトは、その発売になった時期からずっとやってます。っていうと、どれぐらいなんですか、これ、フォートナイト。3年くらいですかね。3年ぐらいですか。あ、まだ、どちらかというと新しいゲームということですね。まだそうですね、新しいです。モードさんもやるのを待ってます、ずっと。はいはい、そうですね。フォートナイトやらなきゃダメですからね。もうモンドさん、ゲーム実況やる気配ないから、あ、もうこれ飽きちゃったかなと思って。いやいやいや、あ、俺、いやいや、飽きちゃった。いやいやいや、まあ、それはないですね。それはないですけど、まあ、ただ一つ思ったのは、ゲームを舐めてましたね。適当にやって、ちょんちょんちょんでいけると思ったら、かなりの難しさがあるということが分かりました。結構真剣にやらないとダメだなっていう。いや、なんか思ったんですよ。私見てて思ったのが、オンラインゲームじゃなくて、ああいうストーリーモードのコールオブデューティーだとかも購入されてたじゃないですか。はい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 、はい、持ってます。あとはなんだろうな、メタルギアだとか、例えば、ああ、ありますあります。ああいうものであれば難しいとかってのは基本的にないんですよね。ああ、自分で難易度を選べるので。ああ、そうですか。あの、エイペックスはかなり難しい。エイペックスはあれはかなり難しいですよ。あれは僕が悪いです。僕が進めた僕が悪いです。そこに放り込まれた的なって感じですか。そう、最初にあれをやっちゃってるんで。ああ、なんだ、それで難しい。あ、やっぱりそうですか。難しい。あれは難しいですよ。ああ、そういうことですね。わかりました。じゃあ、コールオブデューティーとか、他のもやるのも手っていう、初めはですね。そこから、最終的にはエイペックス、フォートナイト、行こうっていう形です。やっていただければな。小籔さんはあれですね。あ、今あれですか、なんかパタンと、彼女ですか。あ、違います違います。自分が今、窓を開けました。あ、自分でやったんですか。あ、彼女ですかって。あれ、女の人の気配があるような。違います違います。今自分で窓開けたんですよ。隣で寝てるとかいうことじゃないですね。そういうのじゃないですか。好きですね。モードさん好きっすね、そういうの。いやいやいや、そうですよ。ああ、そうですね。わかりました。あとはですね、ぼっちの、まあ、今、ぼっちってことですね。ってことは、今、ぼっちですね。彼女は今、そういうことですね。はいはい。じゃあ、ぼっちであれば、はい、オフの日は何をしていますかという。まあ、なんかそういうような動画出されたことありますけども、確か、スパバさんは、オフの時は、あ、そうですね。日常みたいな。何をしてるんでしょうか。いや、基本的には、ネットフリックスとか、アマゾンプライムとか。映画を見る。映画を見るって感じです。映画を見たりゲームをしたり、はい、ゲームも、いい、ね、ゲームもやってるわけですか。 そうなんですよ。ゲーム実況もやりつつゲームもやってるわけです、自分の趣味として。そうです。これね、もうめちゃくちゃあんま言っちゃいけない話なんですけど、はい、私ゲーム実況っていう仕事って、ゲームしながら喋ることじゃないですか、はいはい、意外と喋んないでやるのも好きなんですよ。もうただ淡々と、あ、淡々とやるんです。あ、そういうことですか。はい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 、一人でもう淡々とやるってのも好きで。ああ、そういうことですか。それは、その時のゲームっていうのは、フォートナイトとかではないんですか。じゃないです、ね。他のゲーム、全然違う。ダメですよ、それ。フォートナイト側から結構あるじゃないですか。ね、熱視線を送られてるのに、フォートナイトやらないから。そういうことです。オフは、はい。オフはもう全く違うゲームをやると。全然違うゲームやってます。それはまずいですね。エイペックスとかもやってないですか。エイペックスとか。エイペックスも、まあ、たまにやってますけど、まあでももっと違うゲームも。もっと違うゲーム。それはもう言わない方がいいですか。それは言わない方がいいですか。何やってるかは。そうですね。いや、でも、本当、モンドさんにやっていただきたいゲームがあるんですよ。はいはい、ああ、なんでしょうか。それはもし言っていいんだろう。ラスト・オブ・アスっていうゲームなんですけど。あれ、ラスト・オブ・アス。あれ映画とか影ですね。ホラー映画とか、あれ映画、ね、多分モンドさん絶対好きなんですよね。あ、それはなぜ好きかっていうと、銃が出てくる、はい、サバイバル系のゲーム、はい、ゾンビ出てくる、はい、ホラー要素めっちゃ多い、はい、主人公がおっさんなんです。主人公がおっさん、あ、そこが一番大事なところですね。主人公が、そうです、中年のおっさん で、ええ、で娘を亡くしてるんですよ、主人公のおっさん。序盤で娘を亡くしてるんですよ。あ、まあ、なんかでその時にたまたま親がもう殺されちゃった、娘と同世代ぐらいの7歳ぐらいの女の子に出会うんですよ。あ、はいはい、でその子を守ってあげなきゃいけないって言って、そのおっさんと娘で、はい、もうアメリカ中を旅して、はい、行くんですけど、
だんだん成長してくるわけですよね、娘も。はいはいはい。その時にこうピストルの使い方を教えたりだとか、ナイフのさばき方とかを教えたりするわけですよ。はい、はい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 。こうやられたらこうしろとか、こうやってリロードして弾込めて、で打てないから最初は。はいはい。まあ、そういうのが絶対おもろいと思うんですよね。このモンドさん、合ってますよね。なんかぴったりですよね。はい。ぴったりですね。はあ、ラストバース。めちゃくちゃ面白いですよ。もうそれはスパカさんもやったんですか。あ、もう1も2もやって。あ、やってますか、もう。世界で今2が出たんですけど。はいはい。2はもう女の子が主人公なんですよね。その娘さんがでかくなってしたっていうのは。おっさんはもうどうなってるんですか。おっさんは、ね、おっさんはちょっと言えないです。おっさんは言えないです。あ、いっちゃう。おっさんちょっと言えないです。あ、もうおっさんもいないってことですか、それは。あ、ってことはもう2とかずっといけないってことですね。わかんないです、わかんないです。それはわかんないです。やってほしいなって思って。おっさん続けてもらいたいですね、2、3と。おっさんは出てこないっていうのはちょっとなんか大体予測がつくような気がしますね。おっさんに何が起こったか。あ、やっていただきたいですけどね。あ、面白いんですよ。わかりました。ちょっとそれも買います。まあ、あのフォートナイトだとかエイペックスはレベルが高いので、それだとそこのためでレベルは高い。優しいレベルから超優しいまで選べるんですよね。あ、選べるんですね。5段階なんですよ。超優しい、優しい、普通、難しい、超難しいみたいな、その5段階。 あるんですね。あのエイペックスだとか、はい、ああいうのの場合っていうのはもう初めからもうものすごいとてつもないところに放り込まれる感覚があるんですけど。ハイレベルです。あれはもうやらなくて大丈夫です、あのゲームは。やらなくて大丈夫。ダウンロードしちゃってますけど、PS もう消してもいいかもしれない。あ、消してもいい。あ、そうですか。あ、わかりました。あ、ありがとうございます。そうですね。はい、ではですね、あ、でもこれは、あの、多分小籔さんとのお話でも出てましたね、これね。理想の彼女、もしくは奥さんとするならば、どういった人でしょうかっていうのは、これなんか小籔さんとのお話で、ちょっとなんか誤信的なのも交えて、スパカさんが言ってましたね。ああ、そうですね。まあ、もう完全に、これはもう、なんだろうな。だみんなよく言うのがね、優しいとか、はいはい、包容力があるとか、はい、そうそうそう。言われますけど、いや、もうそれはもう変な話、当たり前というか、もうそんなのは、優しくない女性と結婚するわけがないという。ああ、まあそうですよね。優しさがあるから、人間としては。ああ、そうです。もうそれはもう大前提じゃないですか。はいはいはい。なおかつ、はい、まあ、プラスアルファで言ったら変な話だから、誤信的な考えができる人ですよね。ああ、言ってみましたね。それはもう詳しくどういったことですか、誤信的なことができる女性。まあ、私の感覚としては女性でできる人はまずいないと思います。これはもうむちゃくちゃ あれですけどシリアスに言います。前もそうです、それ言いましたよ ね。私ライブ配信かなんかでも言いましたね、はい、かなり難しいです。これはもう、いや、もうなんていうのか、僕が多分そういう漫画だとか映画とか、まあ、ゲームを見すぎてるだけなのかもしれないですけど、はいはい、やはりこうだ、まあ、僕が不在の時とかに子供と奥さんがいて、はい、例えばですけど、こう玄関ポンポンって来て、はい、なんか落としましたよと、財布落としましたよ奥さん、はいはい、ああ、ありますよね、よく、うんうん、来て、え、何ですかって、財布落としましたよって言って、まず日本の、はい、日本人の多分女性の 99% ドア開けると思うんですよね、そこで。開けると思います。開けると思います。開けると思います。はいはい。開けて、はい、まあ襲われちゃったとか。まあありますね。娘、息子殺されちゃったとか、あるわけじゃないですか。ありますね。そうなってほしくないというか、その可能性をもう本当ゼロに近づけたいので。ということは、もうということは、あの、スパガさん的には、こう、なんかピンポーンって来たと。で、まあ、そこで、ポリスマグナもちょっと構えて、右側に。で、まあ基本は、このあれですよね、あの、ま、窓の、ま、窓というかドアのところからこう見て、あれで外を見て確認をして、はい、でポリスマグナも構えつつ、離さなきゃいけないときはチェーンロックをした状態で、いつでも噴射できるような状態で話をすると。はい、そうです。何かあれば通報しつつ、ステップバックをして、ドローイングをして構えて噴射するという流れまで。そこまでやってほしいですよね。そのチェーンロックも変な話、切られる可能性がありますから。あります、あります。まあ、本当開けない方がいいですよね。あ、はい、あります。もしかしたら突進してくるとか。はい、はい、あります。それこそ、あの、見るにしてもアイスピックかなんかでね、こう、目刺される可能性。あ、あります。わかんない。グーって、あー、ザクっていうか、あの、ホラー映画みたいな。グーって貫通。ホラー映画で。そうです。なかなか貫通はしてこないと思います。まあ、今、ジョークもね、挟みましたけど。はいはい、あー。でも、行き過ぎぐらいがいいと思いますよ。うん、本当に。F607 とか、変な話、こう。はいはい、607。ベアスプレーですよ、ね。あ、はいはい、ベアスプレー。はい、大きい方ですね。大きいやつとか。はい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 。でも、どうですか？でも、スパカさんは、まあ、例えば、その、彼女がいたりなんかしたときに、その、そういう話とかってしたことありますか？
護身具の話とか、全然あります、護身術の話とか、絶対受けられないことないですか、はい、私の経験上で絶対受けられないですし、気持ち悪いって言われますね。え、気持ち悪いって言われますか、気持ち悪いって言われます、キモいって言われますね。え、それはでも、私がそれはでもちょっとあれですよね、我慢できないですね、それは我慢できないですね、サイレンスプレーをなりわいにしてるものとして、はい、キモい持ちたくないって言うから、あ、口紅型とかに変えたわけじゃないですか、はい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 、はい、そうでしたね、気を使ってですよ、はいはいはい、全然持ち歩かないしみたいな。ただ僕抜き打ちチェックするんですけど、結構、ああ、はあ、そうですね、抜き打ちチェックして、それがどこに、はい、バッグの中なのかポケットの中に入ってるか、でもそういうのも考えますね、そうです、携帯してるのかやるんですよ、ドライングで今日持ってきたねって言うんですよね、サイレンスプレー、あ、持ってるよって言うわけですよ、そしたら僕が、はい、今強姦されそう、どうするって言うんですよそれは重いなと思った。それはちょっと重いですよね。その話を持ち込むのは多分持ってるって再確認させるのも多分重いかもしれないです。多分女性としては、私の気持ちなんですけど、女性の気持ちとして多分守ってもらいたいと思うんですよね、基本何も言わなくても。まあ渡してるのは渡してるんですけど、護身具をだけど、それは最悪の場合であって、はい、その前に、守ってあげる、ボディーガード的に守ってくれるもんだと思ってるんで、多分女性は。だからそれを聞くということは多分キモいっていう。ああ、それはキモいんですね。それですよね。私は例えば家のもんでもあれでもそうですけど、渡しますよね、渡すんですよ、サイレンスプレー一応持ってて、はい、って、まあ、持っててって言って渡すんですけど、多分私の考えではまあ無理だなと、持ってても無理だなと、私までプロじゃないんで、うん、無理だなって言って渡すんですけど、まあ、使い方わかるなって言って聞いてやってあれなんですけど、でも面持ちとしてはもうそれから一切その話はしないんですよ。で、まあ、私はもう常に警戒をして守るっていう感じになります、うん、なるほど。でも一般の女性だったら、ちょっとうちのもまた違うんで、感覚が一般の女性だったら多分もううえーってなっちゃうかもしれないですね。アレルギーがあると思う。引いちゃいますかね。はいはい、そういう話は一切聞かないと思って、犯罪の話とか、護身的な話とか一切多分もう興味ないと思うんですよ。いや、これ本当にだから一回やられないと分かんないんだなとは思いました。やられないと分かんない、一回なんかそう襲撃されないと。その通りです。メキシコする時のが一番いいです。いや本当の話、メキシコに行ったら分かると思います、はい、そうですよね。もう周りで、まあ、みんな強姦されたり処刑されたりしてるんで、そういったところに連れて行けばいいですけど、連れて行った時点で多分命ないかもしれないですね、その日に。メキシコはまあそれはやめた方がいいです。いやそうなんですよ、まあ、いや本当にだからその僕が守れる範囲だったらいいんですけど、はいはいはい、まあ、1人の時も絶対あるわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、であとは多分 どこでその、なんていうかね、気持ちのすれ違いというか、そのあれがあるかっていうと、スパガさんは、まあ、さっきの第一弾でも話しましたけども、あんだけの大金をしてるんですよね、まあ、私も、はい、私も、まあ、メキシコほどではないですけど大金はしてますよね、それはいろいろ。だから体験してる人は分かるんですよ、そういうの見てきたり聞いてきたりとかしてるわけですもんね、普段から。あ、誰やられたよとか拉致されたよとかっていうのを必然的に聞いてて、危機管理能力はあるわけですよ、すでにスパガさんは、うん、だけど一般の方ってぬくぬくとしたところで平和ボケで育ってるんですよ、日本人は特に、うん、特に女性は、うん、男性はまあどっちかってありますけど、女性は基本はそんな話なんて聞きたくないんですよ、そういう世界に育ってるんですよ。なるほど、ね、はいはいはい、これでも大事なことですね。だからそこでもう完全にこうギャップができちゃってるんですよね、スパガさんが言っても分かんないでしょうね、多分それは。これそうなんです。どうしてればいいんですかね。ここなんですよ。もうだから要は、あれですよ、まあ、ちょっと分かりやすい話すると、スパガさんが空手道場の黒帯で、例えばその彼女が白帯ですよ、で入会してきて自分は強いと思い込んでると、はい、で技もできると思い込んでると、いろんな映画を見てスティーブン・セガールとかできると思い込んでるんですけど、黒帯の人は的確に、いやそうじゃないよと、違うよって言ってるんですけど、白帯の人は、いやそんなことない、俺はできるよと、アクションができるよ俺はこんなもんだよみたいな、でボコボコにされるみたいな、そのような感じです。自己無敵病、自己無敵病って、それですよ、それですよ、自己無敵病に近いです、うんうん、なのでそこですよね、その意識を変えれればいいんですけど、いやそこでやっぱりキモいって言われちゃいますか。言われちゃいます。キモい、化粧ポーチの奥底に眠ってますわ。まあそれだとドローイングできないです、ね、サイレンスプレーがいつどうやって出すのみたいな、こうまさぐってなきゃダメ、ね、そうパニックになって、あっちアドメナリンドバドバで近づいて接近してきた時に、無理です、走りながらバッグの中開けて、さらに化粧ポーチを開けて、はい、いろんなメイクカバーだとかそういうのをどけながら、はいはいはい、ねえ、はいはい、出せるのって話なんですよ。そこですよね。
そこなんですよね、うん、だからポケットに入れておいてって言ってかさばるから嫌だっていうじゃないですか。だから多分そこのとこはあれですよね、多分女性もどちらかっていうと誤信体質のに流れがちなんですよ。私はライブでも話しましたね、ライブ配信でもライブ配信もしましたね、ちょうど、まあ、ある某護身術の団体があって、そのことをこの記者の方が、女性記者の方が書いてるわけですよ。これ最近の確か記事です、はいはい、まあ、どことは言わないです、どこの団体と。でそれで刃物で来た時は手でこうやってやるというのをこうすごくこう話してるわけですよ、まあ、すごいみたいな、うん、で、うん、それやっぱそういう意識に行くっていうのは多分いや護身具なんてまさぐってやったらどうせ時間ないから素手でやった方がいいんじゃないのっていう感覚があるわけですよ。そこに行き着いちゃってるんですよ。だから素手でもやれるっていう、練習をすれば素手でも対応できますっていうのが頭の中にあるんですよ多分女性は。現実を知らないからです。ちょっと愚かだな、愚かですよね。だから、うん、だからメキシコの話をして、あでも赤からメキシコの話したら引きますよね。あそういう話とかもしてるんでしたことあるんですか、例えば付き合った女性。いや僕はでもなんか怖いねって言われて終わりなんですよね。怖いねって言われしたことはあるんですか。ありますあります。それは もちろんああいう声昔ねお付き合いしてた人とこ、はい、はい、ですけど引きますか、やっぱり引きますよね。うん、なんかびっくりして怖ーみたいな、怖ー終わりみたいな、怖で終わるんですよね。あそれ以上話が続いていかないんですか。続いていかないです。変なし、はいはい、もう対岸の火事みたいな。あーこっちは関係ないよみたいな。関係ないよみたいな。あー日本は大丈夫、まあ日本は大丈夫だからみたいな。で その後どういうような、だからその後スパガさんはどういうような対応してきますか。それに対して何か言います。もう何もそのままストップでもうやめとこってなります。いやでもやっぱご神宮やっぱ必要性を分かってほしいんで、はい、どうします。新幹線の、まあ、小島の事件だとか、はいはいはい、まあいろいろ出しますよね。まあ例を出します。例出します。やっぱりそう、あ例出します、はい、例出します。例出すのが一番早いですよね。はいはいはい、川崎、そうそうそう、川崎の通り魔だとか、はいはい、はい、川崎通り魔、心斎橋、加藤のね、あの秋葉原の事件、はい、まあいろいろありますよね。それをあります。あと闇サイト事件だとか、闇サイト事件は多分みんな、はい、多分女性は一番女性にショックを与えようと思ったら、まあ、ショックを与えるってあれですけど、やっぱり女性が被害に遭ってるやつをバンって出すっていうのが一番多分効果的ですね。闇サイトは結構効果的です。みんな黙り込みます言うと。闇サイトっていうのはあのディープウェブみたいな。まあ、ディープウェブ、あディープウェブなんですけど、闇サイト事件っていうのはあのあれですよ、あの女性が11時頃夜中に歩いてて、あの名古屋ですね、千種区歩いてて、はい、あの拉致されたやつ、3人組に拉致されたやつ、はいはい、あの堀容疑者とかに拉致をされて、で要はもう自宅まで本当に100メートルも離れてないと思います。でそこで拉致をされてナイフを突きつけられて、で車に乗せられて、はい、で最終的に岐阜のとこであれでしたね、まで行ったんですけど、あの遺棄したのは岐阜ですね、岐阜県で遺棄したんですけども、はい、それまでにあのいろいろこう、ATM の暗証番号だとかいろいろこう聞こうとして、そこでこうごちゃごちゃになっちゃって、頭に袋かぶせられて首をぐーっと絞めたんだけど死ななかったんですよね確か、はい、じゃあその前にハンマーで30回叩いてますね、33回かハンマーで、はい、確かそれで死ななかったから窒息させたのかどっちかなと思うんですけど、ちょっと忘れない。なるほどな、はいはい、じゃあその事件を言ったら黙り込みます女性は。普通に歩いてる人が襲われてるやつなので全然関係ない第三者で。どうですか、そういう話もしますか。まあそうですね、それに、まあ、その闇サイト事件の子たちと行ったことはないんですけど、はいはい、小島とかの話、まあでもその ランダムに狙われてるから、はい、もう本当、はい、なんだろう、なんかのくじに当選する感覚で殺される可能性があるのに、うん、そこを防がないっていうのはちょっとバカじゃないのってことは言いましたけどね。でそれしたらどうやって言いますか、どうやって帰ってきます返答は。うん、まあでも大丈夫っしょみたいな、走るっしょみたいな感じで入ってるんです。大丈夫っしょ。ハイヒール履いててどうやって走んのって。私はあっちがもしめちゃくちゃ速かったらどうすんのって。でもこれでも本当あれなんですけど、ぶっちゃけあれですね、あのスパガさん これで別れ話になってかないですか。大丈夫ですか。いや なりますよね、変な話なりますよね。それそこからこうやってなってきますよね多分。なんかその自分の考えを押し付けるつもりはないんですよ。はい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 。普通に生きてる人として絶対大事じゃんって。いや、はいはいはい、例えばあなたの服の趣味にも文句言わないし、あなたの食のね、まあ、趣味とかにも文句言わない、はいはいはい、これだけは頼むよって、ええ、それは好きだからでしょってことなんですよね。そういうふうに愛があるからこんだけ言ってるんでしょっていう。はい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 。でも分かんないなら、まあ、もうどっか諦めるしかないです、うん、まあまあ危ないですしね、最近本当に実際事件ありますし、はい、あー
そういうことですか。まあ、私はもう、どうですか、どちらかというと見限ってるので、見限ってるってのは、うん、多分言っても分かんないっていうことはもうすでに分かってるので、今までの検証からして、なので言わないですね、もう言わないですね。なるほど。まあ、こっちが守るしかないなって感じです。まあ一人でいるときはまあ終わりだなっていう感覚ですね。一人のときは本当にもうランダムですよね。ランダムもう、まあこの人が意識がなかったら終わりだなっていう感覚になっちゃってます、私としては。女性は例えば歩いて言っても分かんない人は分かんないので。いや、そうなんだよな。あ、そうですね。これはもうなんか子供とかが例えばいた場合、いろいろそれってなんかなんていうのか理由になると思うんですよね。例えばその娘息子がいる、はいはい、でどうやって守るのっていう、自分じゃなくて他人を守るっていう風な説得の方が通じるのかなって思ったりします。あー、なんかそれ誰か言ってみえたことありましたね、コメントか。でもそっちの方がなんか心に響きそうじゃないですか。ですね。ああ、まあ確かにそう言って言ったら、ああ子供を守るためにやりましょうよっていう感じですか。そうやって言わないと分かんないですかね。そっちの方がなんか響き気がする。自分はなんか守れるって勘違いしてるんで。でも一人の時はやられちゃうってことですよね。結局そうです。で、子供どうすんの、赤ちゃんどうやって守るのって時に、じゃあサイレスピで持っときなよっていう。ああ、そういうことですね。はい、そういう言い方しないと難しいってことですかね。じゃないですかね。頭が硬いんですかね、そこのところね。まあ全部全てとは言わないですけどね、うん、まあ受講者の方で女性の方も普通にいますし。あ、もちろんもちろん。ただやっぱレアですね。分かって見える方、ね、結構レア。比率的に言ったら、まあ事実のデータとしても出てますから、これは。はい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 。これは別に差別するつもりはなく、はいはいはい、データとしても出ちゃってるんで。出ちゃってますよね。そういうことですか。危機管理。あ、ご家族の方とかどうですか。危機管理とか、例えばあのご両親だとか、スパカさん、スパカさん、あれご兄弟とか見えますか。兄弟。そこはあれなんですよ。ちょっとシークレットにはしてるんですけど。あ、シークレットですか。なぜそこはなぜシークレットですか。まあまあ、そんなに言ったところであんまり大してあれだ。なんかそこからなんか割れてしまってメキシコのカルテルが来るとか。それはありますよ。これ。あ、本当ですか。あ、もしかしてカルテルの関係。カルテルの関係もあるかもしれない。まあでもあれですよ、私名前とか聞かないですよ、全然。その、あの、いや、もちろん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 聞かないですよ。いるかいないかの話なんですけど、ただまあ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 、でも変な話、両親とかにはご神具は持たせてるというか、その家に置くように配備をしてるんですよ。僕が配備してる、勝手に。ああ、ここにポリスマグナム、そうです、ここに、ベアスプレーみたいな。キッチンまで一応あのお風呂場、お風呂場に追い込まれた時に何もなかったら困るから、はい、お風呂場にも1個、はい。ただ、あの、あれですよ、スパダさん、あれですよ、あの、ただ、まあ、一応、まあ、誤信のプロとして、一応、セキュリティのプロとして、あれなんですけど、はい、一応、まあ、アドバイスとして、分からない人、練習してない人は、に、例えばスパカさんが、まあ、スパカさん分かっておりますよね、例えば、ここ逃げるから、セーフルームにするから、風呂場に一つとかって置くんですけど、はい、そこをどういう使い方なのか、いつ使っていいのか、どういう状況でっていうことを全て理解してないと、多分逆にそれをあの間違って、あ、これって虫よけスプレーだよねとか言ってバーッていうことありえますから、これ本当気をつけた方がいいですよ。いろんなところに置くっていうのは危ないかもしれないです。逆になるほど、なるほど、事故の危険の方が危ないかもしれないです、犯罪の。うーん、それは分かってみますか、親御さん。分かってみますか、まあ、そこのとこ全部セーフルームに。いや、分かってないと思いますね。分かってないですよね。分かってないにもかかわらず、ね、置くという行為は分かんないですよ、多分。これ何なのかっていうのが、ポリスマグナムだったのだ、シャンプーかなみたいな、シューみたいなありますよ。あ、これあの脱毛スプレーかなみたいな、あのね、シューみたいな、サクセスかなみたいな、あるありえますよ。本当にやっちゃう人いるので、それは。いや、まあ、まあそこまでボケではないと思うんですよね、正直。ただ可能性はあるわけですよね、やなし。それはちょっとやっぱり、気をつけた方がいいかもしれないですね。あの、多分理解、どこまでそのご両親が理解してるかですよね、その、まあ、そうですね、効能だとかそういうことですね、どういう時に使うとかっていう。だからスパカさんもちろん理解してるんですけども、あの、いや、説明したいんですけどね。まあ私はね、やっぱりあのその講習を やってる立場なので、受講者の方たちとか見てるんで、あの、多分ここは理解してないだろうなとか、ここはこうだろうなっていうのを多分知っとかないと、それ以上言ってしまうと、なんか変なことで事故を起こしちゃうとかってことはありえますよね。特にサイレンスプレーはかなり危ないので、あれはポリスマグナムは。いや、これはもうポリスマグナムですよね。
ポリスマグナムなんですよ。それは F605 ですか。全部 F605 と、ベアスプレムです。かなり強力なやつです。それ、はい、それあの本当の話で、あの学校の先生が蜂がバーッと出たんで、ベアスプレー持ってきてかけちゃったってなるんですよ、はい、本当の話です。あら、日本ですよ、日本でバーッとかけちゃったらどうなったかっていうと、あのベアスプレーってかなりこう噴霧量が多いので、はい、学校多分あれ全員だと思います、避難をしたという、消防署が来たという、バーッと来たっていう、警察も来た、消毒に、はいはいはい、もうとんでもない状況になってます。なるほど。いやあ、あります、やります、やりかねないです、はい、やりかねないですね、やりかねないです。だからもうそういうのはもう置かないわけです、逆にで、まあ、置くなら最低でもちっちゃいその F605 でかつこれはこうだよっていうのを全部教えて、何なら私の DVD を見せていただいて、でもうちゃんと見て大丈夫ですかって、はい、あですね、はい、あ大丈夫ですか、撮影の方は、あ大丈夫ですね、はい、あ大丈夫ですか、よかったです、はい、はい、どこまで話しましたっけ、今家族の、ご家族のあれですね、ご家族の、あなるほどなるほど、はいはいはい、そうですね、そうですね、家族は気をつけてちゃんと、指導を行わないとまずいぞということですね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、分かりました。あと何か質問は来てますか。河合モンド先生はどう思いますかって河合モンド先生はどう思いますか。私のことはどのぐらいから知ってみますか。いや僕は全然多分まだ新規の方だと思いますよ、まあ、新規リスナーの方だと思いますね、はいはい、それこそ半年前とか、そんなもんですか、多分そう、あもっと前かな、すみません、もっと前かもしれない、10ヶ月前ぐらいかもしれないですね、うん、それは約1年ぐらい、あもう YouTube からですか。 YouTube から見ましたね僕は。あ、はい、YouTube から、ブログとかも全く一切、ホームページブログだとかもう全くそういうのはなかったっていう。そっちからじゃなくて僕は YouTube が入ってて、逆にそのアメブロをチェックしていましたね。はい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 、はい、YouTube から入りましたね。でもどう思いましたか、ちょっとなんかこいつはおかしいやつだなとか。最初、はいはい、あの2年前ぐらいの、はいはい、あの動画から、ちょっと前の動画かなから見たんですよ、はい、あのこの刃物、対刃物術は使えないみたいな、あそれが再生数が5万再生ぐらいだったのかな。はいはいはい、あれいいやつですね、はい、あれはい、対刃物の、はい、対刃物、はいはいはい、あれ、はい、あれを見て、はい、あ結構怖い人だなっていう印象だったんですよね僕見た時。あ怖い人です、最初対刃物のやつで、はい、あ対刃物で、なんかバカなアンチどもが行ってくるぜみたいな感じで、ああ結構、はいはいはい、煽る感じかって思ったんですよ。そういう意味ですね、そういう意味で怖い、はいはい、そういう意味です、はいはい、ただそこで終わってたら、そこで動画を見るの終わってたら、多分今みたいにめちゃくちゃ深いところで見てなかったんですね、はいはい、その後にあの、はいはい、モンドさんの家庭事情とかも見えましたよね、はい、だんだん、あはいはいはい、出してきました、はいはい、出してきましたね、はいはいはい、あ結婚してるんだモンドさんって、はいはいはい、思って、だからそれが何だったかな、はい、娘さんとなんかコロナのなんか電話、コロナに関する電話をした、はいはいはい、最近、結構最近ですね、それは、はいはい、それも最近のものです、あそうです、それもありましたし、あとやっぱ、ぼっちの日常とか、それも結構最近ですね、あ、はいはい、これも結構最近なんですけど、結構最近です、結構面白いぞってなって、はいはい、面白いぞって言ったんですよ、そっちを見てですか、ああ、面白いぞと。はい、逆にそっちの、あの誤信の方とギャップがおもろいぞって話をしたんですよ。あやっぱりあのだ結構でも大半の方は多分 ああいう過激なやつを見て、あ、まあ、過激なやつっていうかああいうやつを見て、はすごいなと思うんですけど、墓地とかそういうのを見て、いやこんなん見たないなって離れる人結構いるんですよ、そういうこと。だからアクセス数は少ないですよね、墓地とかああいうのは全然。いや面白いですよ、反映されてますよ、ね、少ないやつ面白いですやっぱりコアな方は見てるんですね、そっちを。そうですね。ああ、これでも結構だから、あの僕のリスナーさんとかもうモンドさんのこと知ってる人多いんですよ。はい、あ本当ですか。私がめっちゃしつこく言うから動画で。配信の時とかにモンドさんの話題を出すんですよ結構。ああそれどうですか反応は。で誰それってなりますよね。でもなんかだんだん分かってきたみたいでリスナーさんも。あ本当ですか。あ本当ですか本当ですか。まあ、見てる方いらっしゃいますよ。あ実際いますよ、 SSR リスナーになった方いますからね。あ本当ですか本当ですか。あれから見て、うんまあ、私はもうしょっちゅう言われますね、いつやるんだゲーム実況はって言われますから、いつやるんだ、ラストバス、ラストバスぜひ待ってます、はい、ああそういうことですね、わかりました、そうですね、ですね、はい、まあ、質問はまあまあこんな感じですね、はい、あ、
本当ですか。なんかありますか、スパカさんから私に対してなんか質問は、まあ、またラジオで後であれですけど、なんか今ちょろっと少しだけあればあれです、まあ、そうですね、なんだろう、モンドさんが、はいはい、なんだっけ、今空手道場をやられて、はいはいはい、やられている、あ、やられて、やってますやって、まあ、ただコロナの影響でちょっとまたあれですけどね、あの一時期グッとまたなって戻ってまた、はいはい、また今岐阜が増えてきちゃったので、なるほどなるほど、ちょっとストップしてるのがあります、はい、本部はやってます、ね、なるほど、いやなんか、はい、なるほどですね、はい、いやなんかその番組とかにちょっと僕は出ていただきたいですけどね、なんかアベマ TV とか変な話、アベマ TV ですか。いや多分モンドさんみたいな人を絶対必要としてるんですよ、欲しがるんですよ絶対、僕分かるんですけどな。いやでも私あのテレビ局から話が来たりとかって話もしましたけども、ライブ配信で、いや、はい、結構私はあれですね、離れられますね、あんまりそういう話がないですね今は。いや普通のテレビ局は多分結構あ制限がタブーし、はい、タブーとかコンプラがあるんですけど、はいはいはい、多分アベマ TV だったら何でもありなんで、結構あアベマ TV とかモンドさんめっちゃなんかフィットしそうだなと思って、うん、はい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 、なんか出てほしいですけどね、討論会とかやってほしいですけどね、誤信討論会とか、まあそれは、うん、それはあれですね、オファーがあればもう全然あれですよ、絶対面白いですよ、絶対状況見極めて、はいはいはい、まあでもそういうのってあれですよね、こちらから行ってお願いしますって言って出れるもんではないですよね、多分向こうから多分、まあそうです、まあまあ、オファーが、例えばあっち、そうです、あっちが番組の、わあちょっとネタないな、番組のネタないぞどうしようって言った時に、じゃあ、はい、例えば僕がそのね関係者の方とかに、はいはい、こう、いやじゃあ誤信の誤信具の携帯は、はいはいはい、まあありにすべきか、はいはい、なしにすべきか、はいはい、討論、はいはい、まあ、なし派とあり派 で、 で、ね、討論する、はいはいはい、例えばこの前のサイレンスプレー噴射事件あったじゃないですか、ありましたありましたありました、はい、ありました、あれを例えば題材出して、はいはい、多分なし派は多分それをネタにしてくると思うんですよね、 ああいうのがあったらですよね、はいはいはいですよね、はいはい、あれ多分なしに使ってくる、それを逆に、はいはい、まあ、モンドさんがどういう解消するのかとか、はいはいはい、それ、まあ、護身術、護身具をね売ってる教会の方ですとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい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 、いやーやってほしいな、まあまあそれはもうオファーあるならいきますよ全然私は。あ、本当ですか。お話あるなら行きます。それはもしかしてスパカさんがその関係者にお話をするという話なんですか、そのなんかスパカさんいろいろコネクションありそうですよね、なんかいろんな、私ね、あの前もお話ししましたけど、なんかいろんなとこにコネクションが、他の国にもコネクションあったりとかいろいろありますよね。まあメキシコもそうですけど、メキシコアングラの部分も含めてコネクションがこう広そうですから、なるほど、ね、やばいことをやってそうなイメージになっちゃってますよね、それちょっと、ね、そうですよ、やばいこと、全然クリーンですから、全然クリーンです、あ、クリーンですか、はい、本当ですか、クリーンです、 100% あとでなんかカルテルに電話するとかないですね。そうなんです、そうなんです。ちょっとモンド最近ちょっとまずいから、あの閉めたけどないですよね、ないですね、ないですね、それは安心しました、ぜひそれ聞いて、はい、いや出てください出てください、いや本当にちょっとマジで僕が見たいですね、それは。ああまあでも本当最近多いですもんね、あのサイレンスプレーの事件はありますよね、まあそ の、 あ、 のあれも噴射したやつとかありますからね、確か犯罪者が使う件は、ハングレとかあります、あります、あります、サイレンスプレー、はい、結構ハングレは賢いので、戦うことに関しては賢いので、やっぱりそういったものを使いますよね、スタンガン、サイレンスプレー、特殊警棒とかって、この前も確かサイレンスプレーと特殊警棒の組み合わせで確か使ったと思います、チンピラが。賢いんですよ、だからそんな素手でやるなんていうレベルじゃないですよ、あいつらは、うん、戦うことに勝てばいいですよね、そうそうそう、勝てばいいって考え方です、それは言ってました、うん、勝てばいいっていうのはなんか記事かなんか書いてました、あ、なんですか今の音、今スタンガンの音ですか。違います違います、今スタンガンの、ペットボトル、ペットボトルを潰した音ですよ。あ、ペットボトルを潰した音、あ、ペットボトルを潰す音なんです、あ、ちょっとスタンガンの音も出ましたね、いや僕ね、あの僕スタンガン持ってないんですよね、あ、スタンガン持ってないですか。僕スタンガンは持ってないんですよ。それ なんでですか、理由は。これはスタンガンは持たない、僕多分スタンガン持ったら接近戦をなんか意識してしまいそうで、ああそういうことですか、まあ、ただスタンガンを使うあれっていうのはシチュエーションっていうのはただ単に設置させるだけじゃないですか、設置よりも威嚇ですね、威嚇効果、なるほど、威嚇効果の方です、距離を取って威嚇です、なるほどですね、ええ、持っておくだけで意味がある、あれはもうあの近寄れないと思いますよ、
結構、マグナム X セダン級なら130万ボルト150万ボルトなら近づけないです絶対。スタンガン買った方がいいですかねやっぱり。スタンガンもし買うときは私から購入してください。あれです、yahoo.co.jp まで送ればいいですね。はい、はい、そうです。あ、推進アンダーバー ryu アットマーク yahoo.co.jp までお願いします。これで連絡したら早いですよね。そんなメール送るよりもこれで連絡したら。いやそうですよ、普通に買いますって言ったら。あれですか、モンド割引みたいなのないですか。モンド割引はまあ送料無料とかいう話があるぐらい。送料無料だろ。なるほど。あ、本当ですか。まあね、まあ、でもよかったです、まあ、ね、面白い話ができて、はい、そうですね。ですね、まあこういう感じですかね。こういう感じですかね。今日は初めてのゲストですか。ゲストというか。あ、そうそう、初めてのゲストです。これはスパガさんが第一弾ですね。あ、ありがとうございます。誰もいない、誰もいないってあれですか。誰もいない。スパガさんぐらいしか知らないので、ね。またなんかちょっとコンサート誰か行ったらですね、また入れたいなと思いますけど。はい。はい。ぜひぜひ、あ、見たいですよ。いろんな、うん。よろしくお願いします。あの、ま、なんかないかな、なんか、それこそあれじゃないですか、アベマ TV に出ないでもう自分で討論会を開いてもいいかもしれないですね、はい、YouTube で。討論会ですか。まあでも凸みたいな、凸っていうんですか、凸凸、はい、なんかそのヘズマリュウみたいな、いわゆるなんていうんですか。そうですね、なんかこのサイレンスプレイに異議を唱えたいやつが、こう例えばスカイプでこう来るみたいな。ああ、ちょっと待って、はい、いいです、あ、バッテリーが、あ、はいはい、あ、大丈夫ですか。ああ、そういうことですか。ああ、異議のあるやつ来いみたいな感じですか。そういうことです、そういうことです。なんかいろんな、とっても無造無造がいっぱい来そうであれですね。逆にあれですよ、誤信的に あんまりそういうやつらをメディアで公開しない方がいいんですよね。するとそういう場を与えてしまうと、みんなが多分混乱しちゃうと思うんですよ、逆に。なるほどですね。コメントとかでもそうじゃないですか。コメントとかでもなんかわけのわからないやつがいっぱいこうやって例えば来たりとか、まあ、たまにありますけども、それを公開してしまうと全然こう、なんつうかね、筋が通ってないやつでも筋が通っちゃうんですよ、ね、勘違いするんですよ、見てる人間が。だからあんまり、まあ、5チャンネル2チャンネルなんか、はい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 、はい、そう全く知識のない人間がパッと来てそれをバッて喋ると、わかんない人はわかんないので勘違いしちゃうんですよね、うんうん、なるほどですね。そうだから討論、まあ、討論会やるなら、まあそうですね、アベマとかでとか、ああいうのなんならまた専門家の方が来てどうだとかってなんかいろいろあれば、はいはい、はい、いいですけどね。いや、面白いですな。はい、と、はい、いうことですね。あ、そんな感じですかね。はい、はい、そうですね、まあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとまた後ほどあれですね、また今度オフレコ の音声ももしかしたらあるかもしれないですね。そうですね。あれですね、まあ後ほど、音声をいただくという形でよかったですね。あ、そちらは、はい、はい、そうですね、はい、はい、ということで、今日はありがとうございました、スパガさん。ありがとうございました、またちょっとまた第2弾第3弾とまたいずれやりたいなと思います。よろしくお願いします。はい、では今日は、はい、ありがとうございました。はい、リアルご真実をぶちかます。ぶちかます。